スティービー・ニックスは、アメリカ合衆国出身の女性ボーカリスト、シンガーソングライター、ロックバンド、フリートウッドマックのメンバー、ソロとしても多数の実績を合わせ持ち、その妖艶なイメージから、ロックの歌姫とも呼ばれる。ローリングストーン市選出、歴史上最も偉大な100人のシンガーにおいて、第98位、旧市選出では、第97位。長年のパートナーリンジバッキンガムと祖父が、 カントリーミュージックの歌手だった影響もあり、4歳頃から両親が経営するバーで歌い始める。重大なカバ頃には楽曲の創作も始め、アマチュアバンドに参加していた。1968年、高校時代のボーイフレンドリンジー・バッキンガムが所属するバンドに誘われ、歌手活動を経験、ウェイトレスなどで生活費を稼ぎながら活動した。 同バンド解散後の1972年にリンジーとデュオユニットバッキンガムニックスを結成。翌年に大手レーベルポリドールレコードからデビュー。セカンドアルバム制作途中のデモテープフローズナブという楽曲をフリートウッドマックのメンバーミックフリートウッドが聴いたことがきっかけで1975年にリンジーと共にグループに招かれて加入。 1977年、同バンドのアルバム、噂の成功で、世界的な名声を得た。1981年7月27日、ファーストソロアルバム、うるわしのベラドンナを発表、ビルボードのアルバムチャートの1位を記録した。また、同アルバムからシングルカットされた、トム・ペキとの共作、ストップ・ドレア・ギン、マイ・ハート・アラウンドは、全米3位、ドン・ヘンリーとの共作、 レザーレースは全米6位、エッジ・オブ・セブンティーンは全米11位を記録した。ウルワ氏のベラドンナが発売された頃、高校以来の無二の親友である、ロビン・スナイダー・アンダーソンから電話を受け、スナイダーが白血病にかかったことを知らされる。スナイダーは妊娠しており、男の子を相残した2日後の1982年10月5日、息を引き取った。ニックスは、 赤ん坊の面倒を見ることに決め、とにかくわからないけれど、私たちは結婚するべきだと思うと、夫のキム・アンダーソンに言い、死んでから3ヶ月後に結婚した。そして3ヶ月後に離婚した。1978年にフリートウッドマック名義でグラミー賞を受賞し、これまで7回以上ノミネート。1998年には同名義、2019年にはソロ名義で、 ロックの殿堂入りを果たした、コカイン依存と交付暗役依存だった過去があり、これを克服している、ありがとうございます。